はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、どうも、カメです。タナちゃんです。ということですね、ちょっと皆さんに一つだけ謝りたいことがあります。この前ですね、MP5 の動画あったじゃないですか。そこでですね、結構自分下ネタ言ってしまって、コメント欄の方で、カメさんちょっと下ネタやめてくださいとか、下ネタが面白いと思ってそうとか言われたんですけども、これはね、俺が悪かった。で、皆さんに一つだけちょっと謝りたいっていうか、言いたいことがあるんですよ。おっぱいは D カップから。ということでですね、今回使っていくのは、ママの歯ブラシですね。タナちゃん紹介ありがとう。この武器に関しては、一時期さ、課金武器っていうものが存在したんですよ。どういうことかっていうと、今現在って新武器が登場したとしても、その無課金でもね、そのミッションをやればゲットできるじゃないですか。なんですけども、シーズン3とかシーズン2の頃って、マンオーとかあとファローとか、この歯ブラとかっていうのは課金武器だったんですよ。だから、課金しないと手に入れないっていう武器だったんですけども、その頃はね、この歯ブラが最強でした。本当にもうなんか課金ゲー言われて、その歯ブラがね、もうその派遣を取って、歯ブラを使わないとランクマッチ勝てないよ、みたいな感じになってたんですけれども。今現在どうすか？もう運営さんのこの度重なるこの弱体化によって、この全く使われなくなったね、この歯ブラくんなんですけども、この歯ブラくんの弱点って、距離ゲージがめちゃめちゃ広いんですよね。そう。4発キル範囲も一応あるんですけども、その4発キル範囲がめちゃめちゃ短いんですよ。それでね、ちょっと今現在全く使われなくなった歯ブラくんなんですけども、じゃあ、超遠距離型カスタムやればいいんじゃないですか？というような感じで今回超遠距離型カスタムやっていこうかなと思います。性能を見ていきましょうか。ブチブチするぞ！ということで早速、ママの歯ブラ見ていくんですけども、タラちゃん紹介ありがとう。これね、そう、距離減衰がまあ、さっきも言ったとね、めちゃめちゃ広いんですよね。5メートルっていうのが4発球なんですよ。そう、4発球なんですけども、この10メートルから、そう、5発球になってしまうんですよ。なんですけども、この亀さんカスタムですね、これに関しては、この10メートルでも、はい、まだ4発球です。20メートルでもね、これね、ちょっとさすがにこれはきつかった。さすがにこれ4発球にするのはね、きつかったんですけれども、多分これ14か15メートルぐらいまでね、4発球でいきますんで、なかなかこれ中距離強い。でも言うてね、そのレートも速いこの歯ブラ君なんで、普通にこの打ち合い性能っていうのは強いんですよね。しかもこの反動も全くないです。はい。今回その流状グリップテープをつけてないんですけれども、このリコイル制御、この安定性ということでですね、なかなかカメさん気に入っております。今回ですね、35キル。7です。やっておりますんで、今回ぜひぜひ皆さん最後まで見ていってください。それでは早速行きましょうか。ブチブチするぞ！はい、ということで早速、超遠距離型カスタムのハブーラー使っていきましょうか。ちょっと待って、こっちになんかマスター隊2人おるんやけど、これ大丈夫しかも。なんかマスター隊しかもなんかディアルフェニック使ってマスター隊って嘘やろ。さあ、これ行くんですが、ちょっとね、どうしようかな。言うてこれ戦隊ってもいいんだけれども、まあ、スナイパー、オッケー、1人カット知ってあげて。こいつ今めっちゃリスクされてる。それ使っと。もう一人いない。ちょ、この中にね、そう、なんかいるんすよ。なんか。何かがいるんすよ、この中に。そいつだけちょっとカットしないと、まじで、始まらん。オッケー、それ使っと。いや、でもこれ使っとか。これ、もともとキッチンにいたやつじゃねえだろ。なかなかね。おーっと、ここでダブルキル。いいですね。これちょっと上がっていこうか。てかね、この歯ブラさ、機能性めっちゃ低いからさ、そう。全然動きにくい。めっちゃ動きにくいんすよね。そう。なんで、ちょっといつもね、そう、やっぱり足の速い武器を使ってるんですけれども、ちょっと今回亀さんの運動会時代みたいなね、そう感じの足の速さなんで、いやでもどうする？なんかいるんすよね？ほら、いるいる。対空してんじゃねえぞ、俺の近くでよ。いや、これ A 入りたいけど、A 入りたいけど、B 行こう。亀ちゃん何でそこで A 入らないんですかとか言わないですけどね。床を乗せるあのところで、しかも安定性いくない？この武器。安定性いくない？床を乗せる武器も、しっかり抜けるっていうね。ちょっと床穴っていうのやめようか、本当に。マジで。亀さんちょっと下ネタ嫌ですっていう方おるからさ。やっぱりそういう人に向けてね。でも来るやな、こいつ。でしょ。いや、勝っていく、ナイスナイス。俺の盾となれ。いや、でもこれ言うてせえ。これ B 守ればいいんで、そう。B さえ守ればマジで俺の首もつながるという風な感じで。さあ、センター見ていこう。えぐいってこいつ。えぐい。オッケー。いや、強マジでこれ遠距離特化型。距離減衰が全くないからね。それが強いっていうのもある。じゃあこいつ A 危ないな。よいしょ、買っていってあげて。このシムハット、でも言うてね、こいつそのマスター隊の子2人抱えてるから、俺がどんどん押していってあげないときついっていうのある。よいしょ、どけ。危ない、行くぞお前、行くぞ。あー、いっちゃった2人とも。足をつるよ。それは負け。いるね。いや、うま、今のうまくね。今の絶妙なうまさ。さあ、ゴムカット3連キル。いいよ。これ多分、捉えてないから大丈夫。いやー、床をなしる。あー、でもいいぞ。ブチブチするぞ。
機動性が低いから全くそのキャラコンっていうかね、取り回しが効かない。真面目にやれ、お前がやれ。お前デュアルメニック使ってお前そのキル数ってどういうことや。お前、お前ブチブチにするぞ。お前、お前引き裂くぞ。お前マジで、お前ね、グレ投げていく。ポイントグレ置いていってあげて。俺多分死んだな、これ。あー、それアナイアレータスか。アナイアレータスか、それ。誠ですか、あいつ。何武器、何それ。いや、お前取ってきてくれんの、それ。ありがたいっす。いや、ナイスナイスナイス。いや、でもなんかセンターから狩られてる感ある、それ。大丈夫か。NA 死ね、わかる、それはわかる、それはわかる。さあ、もう一人、ナイスナイスナイス。ちょっとこれ、俺あんまり今回旗入れてないんですけども、まあ言うて仕事はできてるよね、仕事は。あ、終わった、悪い、俺死んだ。えぐいってこいつ、俺殺す気満々やん、こいつ。注視をし、カメさん、今ちょっとモザイク入れるべきや。オッケー、いいね、もう一人。バレてないね、俺ね。うん。マダガスカル？ここ向かっていく。いいよ、強いよ。強いよ、強い。まだ来る？あ、一回行く。で、なんかしてくる、こいつら。この滑り打ち、滑り打ちムーブ。もう、負けたくない！パーン！勝っていく！アナイアレーター対決。さあ、足をつる。パンパンパン、めっちゃ外してる、めっちゃ外してる。お前エイムガバコになってるわ。こっちから来る。足音聞いてんのかもさ。さあ下に行ったんだけど、どうするかこれ。さあこれ UAV とショッカーシー出していってあげて。いますよね、下から来ない。大丈夫、下から来てますよね。いいよこれ、カメさん結構今回いい立ち回りできてるよ。そこもガットン。まだ来る、マダガスカル、マダガスカル買っていく。これこれね、一回これ、一回キッチン引くわ。一回キッチン。ピンチやぞ、俺。赤い！いや、なんか下で狩られてるのか、ずっと。C 行けよ、それ。ラスト、俺の仕事。問題はこいつよな。オッケー、スーツカット。多分、こいつがね、邪魔してる。ナイス、ナイス、ナイス。いや、無理。終わった！絶望、絶望しかない。これ、これ、刺さるかな、それ。無理っすよね。いやー、まあ、野良ってこんなもん。危ない、味方がする、味方の配備か。オッケー、さあこれどうしようかな。いやーこれきついね、これきついわ。本当にきつい、ノラは。本当にもうノラはね、勝つとかもそういうことをやらんでいいと思うよ。本当にもう勝率がどうでもいい、俺はノラの。オッケー、それカット、いいよ。勝つんやったらマジで世界ランカーとかもう目指すっていう風な感じやし、まあそれ個人の感想なんですけど、個人的にはね、そんなあのランクマッチなんかも勝ち負け気にせずにやった方がモチベーションもね、あの保てるよっていう話ですよ。カメ流ブチブチするぞ。はい、ということで、35級の7です。これは強しですね。まあ、言うてね、そのマスター隊いたんですけれども、このマスター隊がレジェンド隊にも入れるようなマッチングにしたら、これは運営が悪いね。うん。はい、ということで、今回はハブラだったんですけども、どうだったでしょうか。皆さんね、ぜひぜひこのハブラ、超遠距離型カスタムの、もう弱点がね、なくなったこのハブラくん使ってみてください。ということでね、今回これで終わりたいなと思います。うまかった、面白かった、参考になったってならば、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。これからもですね、COD モバイルの実況やっていきますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。